よし、これで仮想環境をインストールできたぞ。それじゃ、実機じゃできないゲームすっか。クランカー .io と、友達がハマってるゲームだから一度プレイしてみたかったんだよね。ワクワク、ワクワク。で、カクカクじゃねえか。せっかく遊べると思ったのに。どうすればいいんだ。ということで、今回はかわいそうなレコのために仮想環境でゲームをする方法を紹介します。なんで仮想環境だと重たくなるの？ゲームを起動した仮想環境で GPU が利用できないので重たくなるのです。どういうことなのさ？じゃあ今回はそれも含めて説明しますね。私たちがゲームをするとき、よほどのことがない限り GPU が使用されています。GPU はグラフィックスプロセッシングユニットの略で、画像描写に必要な計算を行います。画像描写に必要な計算は比較的定型的であるため、処理性能を向上させることができるのです。要するに、僕の仮想環境ではゲームに必要なパーツが欠けている状態ってことだね。これを解決するためには仮想環境で GPU を利用するしかないのです。この動画では有志のスクリプトを利用してハーパー V に GPU キーをセットアウトします。よろしくな。お前も見て覚えろよ。前提条件はハーパー V に Windows 11の仮想マシンがセットアウトされていることです。それならさっきセットアップしたよ。まずは、スクリプトのファイルを作成します。コードはとても長いので概要欄にあるサイトからコピーすることをお勧めします。次に GPU のドライバーのバージョンを確認します。NVIDIA コントロールパネルを開いて、左下にあるシステム、インフォメーションを押します。上から5桁の数字がドライバーのバージョンです。メモしておきましょう。ここから長い戦いが始まるとは誰も予想していなかった。次に、先ほど作成したファイルを実行します。起動できるのでしょうか？エラーが出ちゃったんだけど。一瞬表示されたターミナルを見てみると、文字化けしているように見えますね。対処するためにはメモ帳から、安心、で保存しましょう。これで、ターミナルでの文字化けを解消することができました。次に、仮想環境の名前を入力します。ハイパー V で設定した名前だよね。そうそう。仮想環境の名前を正確に入力しましょう。空白が含まれていても問題ありません。Windows 11、開発環境と。Enter を押すと自動で設定が始まります。分割する量は感覚で決めましょう。私は半分くらいにしました。エラーが出てるけど大丈夫なの？大丈夫じゃないです。この後もこの方法を試すが成功する気配は一向になかった。度重なるエラーはメンタルを少しずつ、しかし確実に削ぎ落とした。どうもこのやり方では成功しなかったので他の方法で設定します。さっきのエラーは問題なかったみたいだよ。ということで、ここからはあのファイルを実行し終えたことを前提に話を進めるね。まず、Windows、サンドボックスを設定しましょう。Windows の機能の追加から Windows、サンドボックスを有効化します。再起動をするとスタートメニューに追加されています。それが終わったら、仮想マシンのハードディスクを実機にマウントします。仮想マシンの設定の欄から仮想ハードディスクのパスを見ることができるよ。ファイルのパスをエクスプローラーに貼り付けたらハードディスクのマウントは完了だね。今回試した環境だと、F としてマウントされていますね。もしファイルをマウントできないと言われたらディスクの管理から文字を割り当ててね。ドライブ文字の設定を変更するだけで OK。NTFS フォルダにマウントしても大丈夫だよ。次に、Windows、サンドボックスの起動オプション用のファイルを作成します。内容は上の通り、ファイル名の拡張子は WSB です。メモ帳などを使って作成しようね。さっきマウントしたドライブ文字は F だから、ここも F だね。マウントしたドライブのシステム32にホストドライバーストアのフォルダを作成しましょう。ファイルをターミナルから管理者権限で実行します。管理者権限で実行しないとファイルのコピーができなくなります。
注意しましょう。お、起動したね。これが GPU 有効化済みのサンドボックスです。サンドボックスの中でクランカーをしてみたけど、ものすごく軽いね。 GPU がしっかりと使われている証拠です。このサンドボックスの環境から GPU キーに必要なドライバーを抜き取ります。サンドボックス内の C Windows システム32ホストドライバーストアにあるファイルをデスクトップにあるホストドライバーストアにコピーします。ドラッグ&ドロップをすると移動扱いになってコピーできないから、コピー&ペーストを使おう。コピーには時間がかかるので、その間に別のことをします。 NVIDIA で CUDA を利用する場合はホスト PC の C Windows システム32ドライバーストアファイルリポジトリにある NVAPI.dir を含むディレクトリを C Windows システム32ホストドライバーストアファイルリポジトリにコピーします。警告は無視しちゃって大丈夫なの？はい、管理者権限は必要に応じて許可してください。これで GPU の設定は終了です。 GPU を認識してくれるかな。それでは仮想環境を起動してみよう。頼む、起動してくれ。特にエラーが起こることもなく起動しましたね。これはもしかして成功しているのでは。画面の乱れも特になし。恐る恐るデバイスマネージャーを見ます。動いてる、やったー。よかったですね。要するにこれでゲームが快適にできるっていうこと。早速クランカーやるぞい。ようやくぬるぬるゲーミングができるのか。ここまで長い道のりだったな。クランカーにアクセス。CPU 使用率こそ低いけれど、これ、ぬるぬる。ぬるぬる。でこ。残念なことにハイパー V はそもそもゲーム目的に作られていないのです。仮想環境側で高いフレームレートが出ていても、操作するときは Windows リモートデスクトップ経由だからフレームレートが落ちてしまうのです。じゃあどうすればいいのさ。そこで登場するのが Parsec というリモートデスクトップアプリ。これを使ってネット経由で仮想環境にアクセスするわけだね。アカウント登録して、インストーラーをダウンロードして、インストールして、ログインして、こんなウィンドウが出てきたらインストール完了だね。あとは仮想環境にもインストールして、ここまで来たら再起動。それではパーセックを使って接続してみようと思います。右側のコンピューターが仮想環境です。接続つながるかな。つながった。パーセックの設定もこれで全て終わりましたね。Windows 標準のリモートデスクトップ接続よりも遅延が少ないね。パーセック様様ですね。今度こそクランカーをプレイするぞ。ほほう、この銃で他人と戦うのかな。誰も敵がいない。 FPS ってこんなに平和じゃないよね。敵、いやちょっと待ってちょっと待って、まだ撃ち方知らないんだよ。よし、一人キルした。はぁ、なんだお前。下手くそですね。悔しいよ。まあ、楽しんでもらえたようで何よりです。遅延はどうですか？たまにやるんだけど、頑張ったらプレイできる程度に収まっていると思うよ。それなら大成功です。今回の動画では仮想環境で GPU を使う方法を紹介しました。何より、デコがゲームを無事にプレイできたようで良かったです。クランカーはブラウザゲームといっても FPS ですからね。 CPU 描画ではとても遊べたものではなかったでしょう。ところで、今回の方法はゲームを含めた様々な仮想環境のパフォーマンスを向上させます。 GPU で UI の描画処理を行うので CPU の負荷が軽減されます。あまりパフォーマンスの高くない環境の方は導入することで仮想環境が安定するかもしれません。概要欄に今回の内容を説明している記事のリンクを載せています。ともあれ、これで声色インク IT 劇場
第2話は終わりです。ご視聴ありがとうございました。ここからは補足ですが、結構重要なことなのでぜひ見ていただければ幸いです。まず、キーボード配列についてです。キーボード配列がおかしくなっている場合は、言語と地域から日本語の言語のオプションを開き、キーボードレイアウトを変更しましょう。こうすることでアットなどの記号が打ちやすくなります。次に、音声についてです。アーセックを導入している場合、音声出力デバイスが最低1つあればいいので、Steam のリモートゲームプレイやボイスミーターなどのソフトをインストールしましょう。この場合、ボイスミーターや Steam リモートゲームプレイを常時起動しておく必要はありません。最後に、ディスプレイについてです。Hyper-V のディスプレイアダプタはおそらく 30Hz までしか対応していません。UFO のリフレッシュレートテストを試しても、40fps 程度しか出ません。これではゲームなんてできませんよね。そこで、バーチャルディスプレイアダプターを導入します。ドライバーをダウンロードして、回答して、管理者権限でコマンドプロンプトを開き、回答したファイルのディレクトリに移って、いくつかのコマンドを実行。コマンドの詳細はブログの記事に載せておきます。これでモニターの追加は完了。設定画面からディスプレイの構成を確認してみましょう。2番目のディスプレイが追加されていますね。1番のモニターはフル HD までしか設定できません。2のみ表示に切り替えましょう。これでモニターが切り替わりました。2番のモニターの設定を確認すると、4K まで選択できることがわかります。この後、再起動してゲームをプレイしてみましょう。OBS でフル HD、X264 で録画しています。かなりヌルヌルじゃない。これ、仮想環境ですよ。時代も進化したもんですね。ヘッポコゲーマーの私は遅延を全く感じませんでした。これで全ての説明が終了しました。皆さん、良い仮想環境ライフを。